はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋ドットコムの石山です。超珍しいピアノが入りました。まず見かけることないですね。ヤマハのですね、ちょっと古いピアノですが M1 というモデルです。でこれはね、ドロップアクションというアクションなんですよ。まあ後でちょっとお見せしますけども、ちっちゃいんです。背の高さ100センチです。ほぼデジタルピアノと同じ、もうデジタルピアノと同じ大きさでピアノ、本物のピアノです。イメージできないでしょう。ちょっとご覧ください。こちらです。これね、見てください。ちっちゃいでしょ。これ奥行きはねちょっとありますけども、でも大きさ的にはもうデジピとほぼ変わらないぐらいで、猫足の木目のですね、超素敵な、私こういうのがね、あのリビングにあったらインテリアとしてもね、もうめっちゃ、でお客さん来たら、え、何これみたいに言われると思いますが、でここはスライド式で開くんです。こうやってですね、こうヤマハって書いてあるでしょ、真ん中押すでしょ、こうやってスーッと、まあデジタルピアノと同じようないから、これが本物のピアノです。これで普通に音が出るというね。で中なんですが、これね、ちょっと待ってくださいね。これ一回置きますね。ここに置きますね。で、こういうふうに開くんです。これ。こんな開き方するんですよ。で、ここスライド式です。でしょ？こうやってね、スライドでこうね、前にこう、こうなって、なんかこんな感じです。ハンマーがあって、ね、弦があって、で、あれアクションどこにあるんかって言ったら、鍵盤よりも下にあるんです。これこの下にあるんですよ。でちょっとこれじゃ音出ないので、ちょっとだけ前にずらしますね。で音出しますよ。こんな感じ。普通にちゃんと普通に使えるという製図番号441449という、まあこんなピアノがですね、まあ見ることないと思いますね。調律師でも扱ったことない方がほとんどじゃないかなね。まあ調律するときはちょっとね、腰曲げなきませんからね、ちょっとしんどいかもしれませんがね、といって座ったままじゃできない、ね、奥にあるのでね、というこういうピアノなんですね。こんなね、私はもう人の持ってないものとか珍しいものって大好きなので、それにヤマハでしょ、なんて言ってもね、ヤマハがこういうものを作ってたということが私はすごいと、本当にすごいと思います。はい、音を聞いてください。じゃあちょっと曲をねちゃんと弾きますね。はい、いきます。小さい分だけ音量は小さいですね。そんなに大きな音は出ませんので、マンションの方とか、まああんまり音は大きすぎない方がね、いう方なんかにとってはぴったりですね。ちょっとこれから大変ですが調整をして、外装はちょっとね、これ完全に綺麗にしよう思ったら、あれだ、磨きだけし、ね、する感じかなという感じで、
まあ、値段はまだ決めてませんが、どれぐらい手がかかるかによって変わりますが、出したいと思いますので、楽しみにお待ちください。よろしくお願いします。それでは、さよなら。